デイリー新潮で悠仁様の語学用作りについて記事が書かれていました。悠仁様が一般受験で筑波大附属高校に姿を見せましたが、宮内庁は定型校進学制度での入学を認めました。ただ皇嗣職大夫になぜ学力試験を受けられたのかを質問しても、学力考査の結果も制度に加味されていると答えていましたが、肝心の制度そのものについては学校に聞いてほしいと繰り返すだけだったようです。要は過去の利用者も同じように一般受験をされたのか、悠仁様に合わせて条件が変えられたのかよくわからないようです。ただ文春が昨年12月に定型校進学制度で筑府に進学先が決まっていると報道して、その通りになりましたからね。まあ紀子様も雅子様への対抗心から学歴にコンプレックスがあると書かれていましたね。そもそも定型校進学制度で筑波大附属高校も悠仁様のために作られた制度ではないといっても、幼稚園も特別入園でしたからね。その頃紀子様がお茶の水の研究員になって特別入園制度を作らせて、第1号で悠仁様がお茶の水幼稚園に入園をされたわけですからね。そして今回はまた定型校進学制度で筑府に特別入学ですからね。まあ2度同じような特別扱いがありましたが、2度あることは3度あるということだから、東京大学もすでに推薦で入学することが確定という報道もされていますよね。そもそも東京大学を滑り止めで受けた雅子様に張り合おうとしている時点で間違っていますよね。こういった秋島家の価値観が皇室にも影響を与えています。天皇陛下は眞子さんの結婚に今後は幸せな人生を歩んでいってほしいと思いますが、同時に多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思いますと述べました。これは眞子さんの国民に対する姿勢が悪かったから心苦しいと苦言とも取れる異例の発言だったようです。まあ問題は悠仁様の盗作問題にもありますね。日本のメディアはあまり大きく報道しませんでしたが、イギリスのテレグラフは盗作問題にもかかわらず賞を返還せず、未来の天皇が旅行雑誌の文章をコピーをして作文コンクールを受賞と報じています。中学生の作文とはいえ著作権侵害で将来研究者を目指すのであれば、なおさら注意すべきことのはずですと書かれていて、確かにその通りだと思いました。将来何かの研究をされる可能性が高いのに文章をコピーして賞を受賞ですからね。筑波大学の広報もなぜか盗作をした生徒を推薦をしたのはお茶の水だからと悠仁様には関係ないような発言もしていたようですからね。まあ悠仁様は高校の授業を受けたら学力がバレるのは時間の問題でしょう。ちなみにニューヨークの方でもビザ問題が時間の問題になっていますが、公務系のことについても文春で書かれていました。司法試験のことも書かれていて、2月22日にマンハッタン北部のスポーツ競技場アーモリートラックから出てきた小室圭は、強い雨が降っていましたが傘もささずに足早に歩いてタクシーに乗り込んだと書かれていました。そして勝負のかかった大事な日に選んだのはアメカジファッションで、スターウォーズの悪役ダースベイダーのスリッポンを履いて髪はちょんまげスタイルとディスっていました。ここでは同じ試験を受けた受験生に取材をしていたようで、試験は9時半からですが、ニューヨーク州のアルバニー会場では7時半までに行かなければいけなかったようです。初日は論文で比較的簡単で、2日目のマーク式はかなり難しかったようです。試験が終わると小室圭は辺りを警戒しながら厳しい表情で雨に濡れながら会場を後にしたようです。ちなみに2日目のことも書かれていて、この日は最高気温が20度まで上がり、2月にしては異例の暑さだったようです。でも小室圭は前日と全く同じ服装だったようです。昨年の帰国前と同じちょんまげスタイルで、コロナで多くの美容室が休業した時期もありましたが、今は普通に営業しているようだから小室圭さんの好みの髪型なんでしょうと書かれていました。ちなみにマンハッタンの美容室はカット代が1万円ぐらいで、チップが2000円ぐらいだからカットするだけで1万2000円ぐらいするようです。ちなみにスーツを着て働くビジネスマンはああいう髪型にする人はあまり見かけないようですね。ちなみにイメージコンサルタントの話では、甘くて濃い顔はロン毛が似合うから試行錯誤した結果が今の髪型なんでしょうと書いていました。まあ顔がでかいから顔のインパクトを少しでも個性的な髪の毛でごまかすとか、そういう意味もあるのかもしれませんね。ちなみにサムライヘアは海外だとブラッド・ピットやデイビッド・ベッカムとかセクシーな男性が好むスタイルのようですが、本来はサイドを刈り上げて2ブロックにして中央の長い髪をお団子のようにまとめるようです。ただ小室圭はサイドを刈り上げてないからサムライヘアとはまた違うようです。それでやはりこの髪型は小顔効果が得られるようです。やはり顔デカという言葉を気にしていたんですかね。ちなみに服装についてはトミー・ヒルフィガーのグリーンのダウンを着て、中にはデニムシャツで胸毛を見せて一番下のボタンも外しています。これは女の子のフェス出しと同じで、露出を増やしセクシーさをアピールしているようです。僕らが見ていたおえとする胸毛見せファッションはセクシーさのアピールだったようです。ああいうファッションはスタイルがいい人がアピールをするときにするファッションだと思いますけどね。それを運動不足で
太り気味の小室圭がやると逆効果ですね。さらにスターウォーズの靴も自分の好きなものへの執着とそれをアピールしたい気持ちが伝わってくるようです。確かにスターウォーズ好きはあの靴を見たら話しかけてくるかもしれませんね。ちなみに小室圭のファッションについては母親の小室佳代さんの影響を受けているとドン小西さんが指摘をしていました。小室圭が帰国をした時はラルフローレンの青いボタンダウンシャツで、婚約前のマックさんとの電車に乗ったデートはアバクロのポロシャツを着たりと、こういうファッションは JJ の女性ファッション誌が創刊をされた1970年代後半から80年代に流行ったアイテムのようです。つまり小室佳代さん世代の好みのファッションのようですね。実は小室佳代さんは若い頃にカナダに住んでいたことがあると周囲に話をしていたようです。それで将来はドイツでお菓子作りを学びたいと欧米への憧れを語っていたようです。さらに小室圭が大学時代に、小室圭さんは洋菓子店で働きながら横浜の元町にあるアメカジの洋服店でも時々働いていたようです。これは初耳ですね。そのお店ではアメカジの洋服を中心に置いていて、あまり人気ではなかったから売上がゼロの日には元婚約者に洋服を買ってもらったこともあるようです。つまりその服を小室圭が着ていた可能性があるわけですね。小室圭さんは小室圭のデートコースを決めたりとか洋服を選んだりとかしていたようで、まあ仲がいいというかマダコンというのか、小室圭には自分の意思がなくて、その頃からレッドイットビーだったんですかね。七五三の小室圭はマッシュルームカットで、小学校低学年は肩にかかるぐらいの髪型で、もしかすると髪型も小室圭さんの好みの髪型なのかもしれません。でも週刊文春も独自の写真を撮っていたから、実際に試験を受けていたのは間違いないかもしれませんね。普通は受験をしていたら会場から出てくるときに、小室圭は承認欲求が強そうだし、腕をまくってリストバンドが見えるように出てきそうですけどね。ちなみに司法試験に不合格になることは顔の表情からもわかるし、そもそも学力がないことはみんな知っていますからね。やはりウィスコンシン州のロースクールに入り直すのは可能性がかなり高いのかもしれません。そして外務省と総領事の働きかけで、現在はニューヨークからウィスコンシン州にリモート授業ができるように話し合っているようですが、これについてアジアのケイちゃんがウィスコンシン州の大学に問い合わせをしたようです。それによると今年はリモート授業は予定をしていないと答えたようです。まあフォーダム大学でいろいろ問題になっていることを、もしかするとウィスコンシン州の大学も分かっているかもしれませんね。日本人もウィスコンシン州の大学にこいつを受け入れたらダメだよとか苦情のメールとかをたくさん送っていそうですね。そしたらフォーダム大学に特別入学させて、アメリカやイギリスの放送業界から問い合わせを受けて大問題になっていることが分かるでしょう。まあでも本来であれば今の段階でエルサットも受験申し込みしておかなければ無理なはずですが、また特別な入学とかをさせる気なんですかね。今久しさまの話題で作文盗作が海外に拡散されているけども、こういう問題も拡散してほしいですね。日本のメディアはこういうことをなぜか報道しませんからね。ちなみに人気 VTuber の二次三次メンバーのローレン・イローラスさんは、ライブ配信中にデスクトップ画面が映ってアダルト動画の違法ダウンロードが判明したようですね。それで映像コンテンツ違法ダウンロードしたことについて深く反省して、著作物の無断使用の事実確認をして本人が認め、深く反省しているということで、一定期間の自粛する旨を発表しているようです。はっきり言ってこれは自分が満足するためにダウンロードして商用利用するわけでもなく、自分の満足のために見るだけですが、著作物の無断使用は違法なんです。それで活動を自粛するんです。久石様は違法に著作権を侵害して金銭を獲得していて、賞も受賞しています。これはかなり悪質なんですよ。まあ久石様は作文盗作で海外デビューで、小室圭は学歴詐称で不正試験ですからね。このような皇室特権でなぜメディアは忖度をして報道しないんでしょう。皇室こそ日本国の象徴となる存在なわけだから、厳しく報道してもらいたいですが、メディアの闇を感じますね。悪いことをした奴らは忖度せずにみんな逮捕してもらいたいですね。小室夫妻に忖度した人物や不正に関わった人物はみんな逮捕してほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。